ザイドビン・スルターン、アール・ナヒアーンは、アブダビ首長国の首長。アブダビを含め7つの首長国からなる、アラブ首長国連邦の初代大統領を1971年の独立から、その死去まで30年以上にわたって務めた。個人名、ザイドは、ザイドとも表記される。父名、スルターンは日本語では、他の表記も見られるがここでは記述しない。仮名、 ナヒアーンの日本語における表記の揺れは、ナヒアーン家を参照。1918年頃、アブダビ市から東に1 6 0トルの地点、オマーンとの国境近くにあるオアシスの町アルアインで、アブダビ市長家であるナヒアーン家の一員として生まれた。18世紀に、ナヒアーン家の市長国が樹立されたアブダビは19世紀前半、以来イギリスの保護国であったが、19世紀後半から、 全自勢力を拡大しつつあった。アルアインを治める父のスルターン・ビン・ザーイドは1922年に兄のハムダーンを倒してアブダビの第11代首長となるが1926年に弟のサクルに追われて殺害された。父を失ったザーイドはアルアインに泊まりイスラム教の伝統的な教育を受けた。この間、アブダビは1928年に サクルに代わってザーイドの長兄、シャフブートが第13代首長に即位して大いの安定を見た。1946年ザーイドはアルアイン地区の知事に任命され保健、教育、道路建設などの事業に当たった。1950年代に石油の輸出が始められアブダビに莫大な収入をもたらすようになるとその使い道をめぐって 主張家の間で対立が起こり、ザーイドが1966年に宮廷内空デターによって兄に代わり、第14代主張に即位した。ザーイドはオイルマネーをインフラ整備など国家の基盤を整備発展させるための事業に投入し、アブタビに未曾有の繁栄をもたらした。ザーイド自身も石油の収入により世界有数の大富豪となった。ザーイドのもと、 アブダビ首長国は1968年より、イギリスが湾岸首長国からの撤退方針を明らかにするのに、合わせ旧首長国からなるアラブ首長国連邦を提唱し始め、連邦結成協定を結んだ。1971年、このうちカタールとパーレーンは単独独立を選びも、アブダビなど6カ国はアラブ首長国連邦を結成すると、 首長国中最大の国家であるアブダビの首長、ザーイドが初代大統領に選出された。5年後には連邦各国の首長たちから構成される最高評議会によって大統領に再選され、独立後も連邦のリーダーとして指導力を発揮し続けた。1976年にアブダビ党首長を設立した。ザイドはその後も30年以上にわたって大統領を務めたが、 1990年代には、高齢となって、健康不安が表面化し、1996年に、頸部脊椎手術、2000年には、腎臓移植手術を受けた。しかし、後継者問題はすでに以前から長男ハリーファが、主張生死と定められ、後継者の地位を確立していたので、大きな不安は起こらなかった。2004年11月2日に、 ザイドが皇居するとハリーファが主張に即位し、翌日アラブ主張国連邦の第二大大統領に就任した。ありがとうございます。